キチャンネル。よっ、こんにちは。さあ、ということで今日はですね、はい、ヤクルトと楽天です、うん、はい、キーポイントプレイヤー、はい、袴田さんも楽天なんでね、それは今いい情報出してくるでしょ。いや、それがもうだから楽天はどこを言うのがいいのか、なんか思うことがいろいろあるので全部吐き出していきます。いやいやいや、思うことっていうのはあのあれですよ。だってここも大事です。だって B クラス予想ですもんね。いやいや、そのことないですよ。そのお正月の予想ではね。え、そのこと言いましたっけ。はい、あ、これ楽天4位か5位、あ、ソフトバンクが最下位で楽天4位予想してました。あ、そうでしたっけ。あれ1予想してませんでした。いや、4位 B クラスやって言ってました。あ、そうだった。正月ではね、正月ではそう。でも本ちゃんは開幕前だからね、分かんないですからね、うん、でもそんな正月では B クラス予想の袴田さんの楽天の、はい、この選手がの頑張りが優勝に近づくやろうっていうキープレイヤー誰ですか、うん、そうですね、まあ、ちょっともうあれかもしれない、やっぱり私はマー君すごい大事だと思います、はい、マー君、マー君、はい、ちょっと指輪が引っかかっちゃった。何やってるんですか、そのでっかい指輪して。でっかくないですよ、うん、ここ先がとんがってるのでニットに引っかかるんですよねそう、マー君がやっぱり、はい、やっぱ去年はなかなかまあ援護もなくて、うん、こう勝ち星なかったですけど、やっぱりマー君がやっぱり15ぐらい、うんうん、でもそのマー君はいいピッチングしてるからね。え、そうなんです。援護がないからね。え、そうなんですよ、そこがね、うん、っていうところで、はい、じゃあどの野手は援護があればマー君の勝ち星が上がるんですか。そうですね、うん、私は浅村選手すっごい大事だと思う、うんうん、浅村、まあ、でも、はい、そもそ も浅村打てなきゃもう終わりでしょ。いや、そうなんですよなんですけど、やっぱりどうしても去年はもちろん去年でも活躍してるんですけど、うんうん、やっぱりその前までの浅村選手はちょっと物足りないって期待値が高かったと思っちゃったので、うんうんうん、いつも通りの浅村選手は活躍をしてもらって、うん、で、後の選手はもうみんなこう言ってくれもらうしかないです、うんうんうん、はい。あれ、辰巳とか大丈夫なんですか。言いませんけど、辰巳とか。ちょっとまあ外野手どうなるのっていうところがあるので、はい、まあ、でも辰巳選手は出ると思うんですけど、うん、いや、出るんですか。え、私も出ると思ってますよ。外国人で島内、岡島、はいはい、最近よく話題の西川、西川選手いるんですけど、うん、でもやっぱりどういう布陣で外野行きます。え、そ私に聞くんですか、はい、やっぱ楽天はやっぱ詳しいじゃないですか。いや、詳しいって言っても多分情報皆さんと一緒ですよ。え、皆さんと一緒ですかでも辰巳使いますもんね。センター辰巳、センター辰巳だと思う。レフトは島内選手、うん、でライトは西川選手で、岡島はもうベンチで DH 外国人いますけど外国人未知数なんで分かんないですよね。でも使うでしょ最初はね。いや、使うと思います、はい、で開幕、辰巳は開幕スタメンですね。ちょっとオープン戦かなまあ、期待値あるんですもんね。出る出る。じゃあ、だからキーマンではないと思うんですよ、うんうんうん、だ誰が外野手になるか、スタメンを勝ち取るかっていうのもありますし、うんうん、でもやっぱり野手はまあ確実に出る浅村選手がどれだけ活躍してくれるかっていう、あとはもうちょっと分からないです、うん、誰が出るか。じゃあ里崎的、はい、こう間違いとか正解ないですからね、はい、何回も言いますけど、はい、里崎的キーマンですね、投手、うん、はですね、はい、松井裕樹ですね、うん、やっぱその去年も松井がいなくなってからの、はい、うん、あの中継ぎ陣の崩壊さ加減がちょっとえげつなかったですね、はい、そうですね。それまではね、その前の孫とか酒、うん、井もそうだし、はい、で安楽でまたね、松井勇気がいることによって、うん、安楽がこう UTT 的にいろんな場面で使えて、それもまあ良かったですよね、はい、で松井がいなくなってちょっと後がかりになった時にちょっとバランスが崩れて、はい、そっからのちょっと逆転負けとか、うん、結構痛かったですね。そうですね、うん、松井投手はでももう今あの順調に仕上がってるってニュースもなってたんで、うん、だからいなくなっちゃダメなんだよ。そうだから、いれば1年間あと、しかも35セーブで200セーブなんで、うん、だからもう250、名球会 100% 入るよ。入ります、入ります。もう多分ね、これもずっとリリーフ、ね、うん、抑えだと思うから、はい、ここがもう最後まで元気に守護神いることが大事だね、うん、はい。だって去年もパ・リーグでは増田だけだからね、ロッテの1年間守護神を貫き通したのがね、はい、でしかも去年の感じで見といても、やっぱその松井がいるかいないかは非常に大きいし、うん、そしたらもうね、あの前も岸とかマークもそうだし、はい、どんどんベテランクラスになったら、うん、なかなか関東もね、はい、そんなバンバン難しくなってきたところで中継ぎ使わなきゃいけないから、はい、そこの使命が大事になってくるんじゃないのかなと、うん、で打線はですね、はい、山崎剛ですね。そこ行きますか。浅村とか新外国人、はい、うん、もう俺の中ではもう打つのはマスト、はい、その中で
一番がまず定着しない、楽天は、はい、まあ、去年も辰巳選手、小深田選手って打って山崎選手になりましたからね、うんうん、でここ山崎が昨年の終盤同様に、うん、いい形で、うん、はい、ね、それがセンターなのかショートなのか分かんないけど、うん、レギュラー取って1番座って、うん、で安打も長打も打てて、うん、出塁できればクリーンナップの打撃陣がさらに生きると思うから、うん、これ1、2番の出塁鍵やと思う、うんうん、その中で 山崎が確固たるレギュラーになっていくと面白いんちゃうかっていう、うん、そうですね、なってほしいですよ。でもやっぱ小深田選手もアピールはしてるので、うん、なんかこう今年まだじゃあ確実にスタメンを勝ち取るかって言ったら分かんない気がするんですよ。小深田派？いや、派とかないです私。何派とかないんです。よくあるじゃん、なんかファンの人が、はい、ジャイアンツでいうと小林派と大城派みたいに。あ、別に私今だから多分小深田派と山崎派がいると思うんだよ、はい、楽天の中では。いや私は どっち派ですか。私どっち派とかないです。じゃないの、はい、私は1番辰巳派。じゃあショートは？ショート別に何派とかないんですって。センター山崎のパターンもあるんじゃない。じゃあできるんですよね、山崎選手ね。小深田は山崎もあるんじゃない。あ、なくはない。なくはないですね、はい、いやでもみんな応援してるんですって。箱押しですか。私箱押しですよ。私知らなかったですか。箱押しですよ。箱押しのようには見えないですけどね。そうですか。だってオコエじゃないんでしょ。オコエ派じゃないんでしょ。辰巳派でしょ。そう。オコエ選手も頑張ってほしいですよ。頑張ってほしいですよ。うん、でもあれでしょ、私は守備上手い人すごい好きなので。ああ、うん、お声派ですか。え、辰巳派ですよね。え、ま、守備、まあ、辰巳選手の守備すごい好きなんで、うん、まあ、辰巳派かな。言わせないでください。そういうこと本当にいいんすから、そんな応援だから。まあそうですね、うん、私はみんな頑張ってって思ってるんです。中山さんは辰巳推し。辰巳推し、辰巳派、まあ、辰巳選手を頑張ってって思ってます、はい、でも今すごいね、こう若手のピッチャーも今グイグイ来てるんで、うん、そういうところも誰が出てくるかっていうのはすごい楽しみにしてます、うん、はい、まあ、これぐらいでいいですかね。はい、大丈夫です。じゃあ続いては、はい、ヤクルトですね。はい、行きましょう、ね、うん、昨年、はい、日本一のヤクルト、うん、まあ、連覇するためにはいっていうところで、うん、どうですか浜さん。奥川投手でしょう。奥川ですか。はい、もう奥川投手、まあ今年私は絶対ローテーションをもう最初から回ってくるんじゃないかなと思うので、うんうん、12勝ぐらい、うんうんうん、行ったらもうよヤクルトのエースとして、うん、はい、もう小川食っちゃうっすか。じゃあ食っちゃう勢いなんじゃないかなっていうぐらい、うん、じゃあもうヤクルトのピッチャーは奥川派っすね。派とかないんで。箱押しじゃないでしょヤクルトは。いや私はヤクルトは箱押しじゃないでしょ、楽天と違って。いや別にだから誰が好きとかじゃなくてチーム自体好きですよ。そうなんですか。去年の神宮球場でね、うん、投げたから投げさせていただいて、あとライアン選手は、うん、私同い年なんで、うん、応援してるんです、うん、でもやっぱ若手の奥川投手も頑張ってほしいなと思うんで、うん、箱押しです。野手は、野手はちょっと野手難しいんですよね、うん、誰ですか佐藤さん。ん、俺、はい、じゃあ俺はね、はい、ヤクルトは、まあ、もちろん奥川もね、はい、確固たるエースとして中6日でね、うん、投げていく、はい、なきゃいけないと思うんですけど、うん、やっぱり、はい、高橋奎二でしょ、はい、おキーマンは。昨年4勝、はい、まあ、そんな4勝のピッチャーじゃないからね、うん、確実にもし高橋奎二が10勝できるようなことがあれば、はい、うん、もう2連覇することは、うん、はい、十分可能性高くなってくるしね、うん、日本シリーズで完封よ、はい、初完封が日本シリーズですよ、うん、だって俺刑事派だからね。あ、高橋刑事派だから。奥川派じゃなくて刑事派。そうそうそう、だって俺友近派だから、そもそも。あ、そういうことですか。から来てるから。あ、奥さん派だから旦那さんも押しちゃうよって感じですか、うん、そう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 、だから一家押し。あ、一家押し、うん、高橋家押し。押しだから。そうです、うん、もう箱押しだから。高橋家箱押しってことですね。そう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 、俺はもうガチで応援してるから。はい、やっぱりそれをね、うん、それは能力ない人はね、さすがにキーマンはあげれないよ、はい、箱押しでも。そうですね。いくらなんでもね。いや、去年、それ去年の、ね、うん、この時期の高橋奎二をはキーマンとして、うんうん、ターボ出てこないよ、名前としてはね、はい、うん、そんな2軍で、はい、東大でね、うん、7失点もしてるようじゃダメだけども、はい、うん、そっからの上り幅来て、うん、でまあ、4勝ね、うん、まあ、いいピッチングしててもちょっと勝ち星つかなかったっていうところあるけど、で日本シリーズでも完封して、はい、で今年もし左腕のね、うん、エースとして2桁勝てるようなことがあれば、うん、グッ
といくよね。うん、まあ、そこも大事になってくるしね、はい、左はやっぱあの石川頼みっていうのもね、うん、まあ、石川もねいいべきでやっぱベテランだから5、6番ってぐらい行ってくれればね、うん、いい形で投げれればね、はい、非常に面白いんじゃないのかなっていうところで、はい、まあ、俺高橋派としては、はい、まあ、頑張ってほしいなっていうね、うん、すごいです、明言してますね高橋派ってね、うん、ここが派ですよね。え、派とかないんですか私は別にで野手はですね、はい、やっぱり、うん、俺塩見派なんで、やっぱ私ね、だろうなと思ったんですよね、言ってくると思った。いやでも、まあ、はい、そのね、山田哲人、村上は活躍マストじゃん、はい、もうなんか心配しなくてもするだろうなと。そもそもここがこけたら終わりだからね、はい、まあ、ここはもうマストとして考えて、うん、で、オスナ・サンタナもまあいい形で回るって考えれば、はい、やっぱり一番に座る塩見が、はい、この楽天の山崎と一緒で、うん、そう、去年同様の活躍できて確固たるセンターのレギュラーになった時には、うん、はい、さらにこの山田哲人村上が生きるじゃんね、うん、でそうなると村上の三冠王の視野も出てくるわけよ、はい、そうですね、やっぱ前からランナー出ないと立て上がらないからね、うん、はい、でそういった意味ではやっぱ塩見が一番に定着することによって2連覇がね、うん、あのクライマックスシリーズでも大活躍して MVP かと思われた時に取れなかったっていうぐらいね、はい、チームの中からもね、はい、結構いい雰囲気で戦ってるじゃんね、うん、というところでやっぱセンター塩見がスタメン落ちしてるようじゃ危ないね。そうですね、うんうん、でももうなんか確固たるもの去年掴んだ感じ、まあ、まだ1年だから分かんないよ。まだですか。ああ全然全然、でもキャンプはいい感じでやってたから、うん、はい、そういった意味では期待値はかなり上がるけども、うん、まあ、初戦まだやっぱ3年ぐらいやって初めて安心感出てくるから、はい、まあ、今年ね、うん、去年の勢いのまま突っ走れるかどうかがね、はい、やっぱり2連覇にはポイントだね、まあ、塩見派としては、はい、帝京大学派ですか。帝京大学っていう箱押しで、箱押しで、うん、帝京大学出身の人はまあ押していくぞ、押していくぞっていうね、やっぱ塩見、はい、だからまあ高橋派と塩見派ね、はい、まあ、私はまあ静岡高校を押して、奥が静岡でしたっけ、星稜高校まあということでね、はい、まあ、こうやってねいい形でねどこまで頑張ってくれるのかね、はい、やっぱ箱押しとしてはね、うん、頑張ってもらいたいですね高橋押しとして、はい、はい。